少し私の話をしてよろしいですか。私も今年でプロレス生活20周年を迎えることができました。ありがとうございます。いろんな体験をしてまいりました。挫折もしました。そして栄光もつかむことができました。しかしその代償にこの20年の戦いが私の体をボロボロにしてしまいました。はっきり言って皆様に今のこの状態で試合を見せていることが非常に心苦しい気持ちです。ある方に先日言われました。破壊王がテーピングを肩に巻いて試合している姿を見たくないって本当に頬を引っ張られた思いでございました。ここで俺は一つ決心しました。これから本当にプロレスが大変な中、自分の目標は今でも変わっていません。天下を取ること。そのために今この状態で戦っていくことがきっと得策ではないと思います。治るか治らないかはもうこれは天のことだと思います。ここで皆さんにわずかな時間をいただきまして肩の手術をしたいなと思います。旗揚げから4年6ヶ月、幾多の外敵の侵略も阻止し、ライバルと激闘を制した男の体はいつしか限界へと達していた。そして男は完全復活のため長期欠場を余儀なくされた。さあ今日のゼロワンは盛りだくさんでお伝えしてまいります。まずは 8.29 時大会のメインイベントからお伝えしてまいりましょう。今日の解説はゼロワン代表代行代理中村義之さんです。中村さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっとあの複雑な肩書きになりましたけれども、はい、さて、今日の試合はですね、もう都市大会、それから、8.1 の後楽園大会、はい、そして 8.31 の、盛岡大会ですね、はい、こちらの模様をお伝えしてまいりたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまずは、都市大会のメインイベントをお伝えしてまいりましょう。橋本真也、藤原義明、高岩達人組対 AP リックス、サイコシンプソン、ゴーストウォーカー組のシックスメンタッグマッチであります。さあまずは日本陣営高岩達人がコールされております。さあ中村さん、この試合はね、まあ橋本選手の地元ということですね。そうですね、はいはい、まさに代表のですね、はい、生まれた、家からですね、はい、車でも5分ぐらいの場所にありまして、ああそうですか、この場所はですね、通常ですと橋本が所属する団体にしか貸してもらえない場所なんですね、はい、なるほど、はい、このセラトピア特区というですね、はい、はい、まあ、手術前ということでね、
まあ、万が一のことを考えて、はい、地元で一回行っておこうと、うん、まあ、急遽地元の後援者に頼んで入れていただいた大会なんですけどね、なるほど、はい。さあ、まあ、その橋本真也、8月いっぱいをもちまして、右肩の手術のため欠場と、はい、いうようなことで、この8月29日そして8月31日をもちまして、まあ、欠場と、そうですね、いうことですね、はいはい。さあ試合が始まっております。まず外人サイドはサイゴ・シンプソン、そして日本サイドは高岩達人が出てまいりました。この、シンプソンというのはね、はい、地味なんですけどね、すごくどちらかといえば上手い選手、うん、すごくはぐらかすのが上手い選手でね、うん、私は好きなタイプなんですけど、ね、なるほど、はい。まあ、もう3回目の来日ということですけれどもね、はい、まあ、このキャラクターがねまた独特ですけれどもね、そうですね、はい、この人形をね触られると怒り出すんですね。なるほど、はい、ちょっと気にしてましたけど、そうですね、まあ、このアメリカでは最高審査もこういうキャラクターでやってるんでしょうか。もっと激しいですよ。あ、そうですか、うん、アメリカでやってる時はもっと激しい。まだ、まあ、少し遠慮があるのかなと思うんですけど、ね、あ、なるほどね、はい。まあ、でも将来ねまたこういった若い選手が WWE にねいたりすることもあるのかもしれませんよね。そうですね、はい、この選手はね、2、3年のうちには、はい、多分 WWE に行ける可能性もあるんじゃないですかね。あ、そうですか、はい、すごく WWE の評価も高いと聞いてますので、何度か地元でトライアウト、あとダークマッチ出ていい評価を得ているという話も聞いてますので、なるほどね、はいはい。さあ、そういったダイヤの原石のようなレスラー、ゼロワンには続々とやってくるわけであります。さあ、そして出てきたのがこれまた巨体 AP リックス、そして日本サイドは橋本真也であります。やっぱり地元の時に声援大きいですね。そうですね、はい。さあ、この橋本真也への期待感、この会場所狭しと充満しております。さあ、ロックアップ、この AP リックスはまた大きな、ね、選手ですよね。そうですね、はい、2メートルぐらいあるんじゃないですかね、はい。このリックスはいかがですか、中村さんから。 AP はですね、はい、見てるお客様はね、視聴者の方は気づかないと思うんですけど、はい、まだねレスリング始めて1年。あ、そうですか、はい。じゃあまだかなり若い選手ですね。はい、まだまだもう、これからという選手ですね、はい。レスリング始めたのがちょっと遅かったんですけど、はい、やっぱりこの巨体で、スカウトされまして、かなりの、上達は早いと思いますよ。大きいということはね、強いですからね。そうですよね、まあ、その大きな体を持て余すことなく、どういうふうに成長させていくかというところでしょう。もともとの職業はね、これも用心棒なんです。あ、用心棒、はい、よくいるんですよね、はい、バーの用心棒をやって、はい、でそれを、スカウトされたんです、同期で最初教えられたのはトム・ハワード。あ、ね、なるほどね、1ヶ月ぐらいトレーニング受けて、はい、まあ、その後トムもね、まあ、ロマネックスとかいろんなの出てるんで、なかなかコーチしてもらえないらしいんですけど、はい、もう最初はトム・ハワードに習ってましたね。まあ、巨体を生かす、ね、レスリング技術、トム・ハワードはやっぱり熟知してますからね。そうですね、はい、プレデターを、ね、一から教えたり、そうですよね、はい、AP も一から教えてもらえばね、これからどんどん教えてもらえばもっと素晴らしい選手になると思うんですね。なるほど、はい、まあ、楽しみなね、ゼロにとっては楽しみな外人ですね。そうですね、はい。ただ最初に呼んだ時はね、レスリング始めて 5,6 ヶ月っていうのを誰にも言ってなかったのね。ああ、そうですか、はい、はい、こんなでかいだけの連れてきやがってっていうようなこともね、言われましたけど、まあ、レスリング歴1年と思えば波口と同じぐらいですからね。そうですね、はい、まあ、これからどん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 慣れていけばもっと素晴らしい選手になると思いますよ、はい。まあ、何しろこれだけの素晴らしい肉体を持ってありますこのリックス。さあ、橋本がその巨体を投げました。払い腰であります。豪快に投げてまいりました。まだね、こういうところでね、やられ慣れてないですよね。だから隙が多いんですよ、はい、なるほどね、はい、間が長いっていうんですかね、そのあたりは要勉強であります。さあ、そして出てきましたゴーストウォーカーであります。どこかにね、出てる外国人選手と似てるんですけどね、ゴーストウォーカーが、はい、なんかこの規制といい、この格好といい、ね、あ、なるほどね、はい、確かにそうですね、ただ彼はもうコスチュームも、ね、普段からアメリカこれですからね。あ、そうですか、はい。さあ、このゴーストウォーカーもなかなかの甘いマスクであります。もともと最初来日した時は、ね、ネイティブブラッドの
一人として、ね、はい、来日してたんですけどね、そして日本サイド藤原義明にスイッチであります。さあまたもやこの時のお客さん歓声が飛びます。さあそしてロープ振ります。ショルダータックル、これは藤原が勝ちました。さあそしてロープ反応を利用して、おっとこれはゴーストウォーカー投げてまいりました。そしてアームドラッグ、ちょっと藤原にタックルを敢行、しかしここは藤原がうまく返しました。腹固めの格好か、さすが藤原さんですね、うまいですね。さあこの辺りのサブミッションお手の物であります藤原義明、必殺仕事人とも言われております。ゴーストウォーカーもねまだ当たりが弱いですよね、うん、彼もね、結構キャリアは長いんですけど年はまだね、若いです。あ、そうですか、はい。さあそしてこれはおっとフィストドロップと見せかけてのエルボー、動きがね、はい、アメリカチックですよね。そうですね、多分この辺の時のお客さんというのはですね、はい、やはり日本のプロレスのね、ここにもう目が向いているんですよね、その試合見てるんで、どうしてもその新日本とかね、そういうところを見慣れたお客さんなんで、はい、こういうアメリカ人のこうトリッキーな動きはね、なかなかこう理解をするのがですね、なるほどね、難しいんですよね、藤原さんとか代表とか出てくると、はい、まあ、湧きますよね、はい、まあ、でもこういった外人選手なかなかね、今の日本マットでは見る機会も少なくなってきましたから新鮮ですよね。そうですね、多分見てるお客さんはこのアメリカ人の選手たちは何やってんだっていうね、はい、そういう目で見てるとは思うんですよね、ゼロワンというのはこういうものですということをね、少しずつやっていかなければいけないですから、そうですよね、鉄柵攻撃の連続、高岩の厳しい攻めが続いております。この日も約2000人のお客さんが入ってましてですね、はい、本当にもう橋本慎也の地元なんで、そうですね、暖かいんですけどね、はい、さあびっしりと埋まっている観客席。さあしかし藤原がちょっとローブルを受けたか、藤原が股間を抑え悶絶であります。さあこの辺りはゴーストウォーカーうまい。さあちょっと藤原の動きが止まりました。さあエプロンサイドでゴーストウォーカーの攻撃であります。おっとこれはちょっと鈍い音がしました。やった方がドリートですね。そうですね、ちょっと信じられないですね。さあこの石頭の藤原義明、しかし確実に頭部は金具にぶつかっております。おっとしかしこの表情、ご覧のような表情であります。さあちょっとこれは信じられない光景。さあヘッドバット、なかなかここまでのね、はい、石頭はアメリカに多くないですからね。そうでしょうね、まあ日本でもいないですよね、3発金具にぶつかりましたからね。この試合後ね、藤原さんのおでこ見たらコブできてたらしいですね。そうですね、はい、本人も痛いんですよね、なるほどね、まあ、そこはプロレスラーですね、おっとカウントワン、藤原が吹っ飛びました。この辺りの AB リックス、ものすごいパワーであります。この AP もね、こういうところで攻め切れればね、これからどんどん面白い選手になってくるんですよね。そうですね、さおと、これは最後シンプソンがちょっと足を引っ掛けてしまった。アメリカでもわざとこうロープに足引っ掛けて出てきたりしてますからね、彼は油断をさせるのはうまいですね。なるほど、この辺りもサイコシンプソンのペース。さあしかしそれをものともせずいきます高岩。さあそして日本人早いスイッチバック、橋本慎也が出てまいりました。さあ橋本の地獄突き強烈であります。さあその一挙手一投足に会場が沸きます。もう何ヶ月か前にですね、はい、全日本プロレスに出てたので、アブラダ・ブッチャーとたまたま、ドレッシングルームの近くで会ったんですよね。その時にアブラダ・ブッチャーにお前の地獄突きは違うって言われてましたね。橋本さんがですか、指導されてましたね。そうですか、まあ、本人苦笑いしながら、ね、教えてもらってましたけど、まあ、確かに元祖はね、やはりブッチャーですからね、おっとパワースラム空中で捕獲、高岩の力強い攻撃であります。さあ今度はシンプソンがバックに回りますが、エルボー、こ
のらりくらり昔の本当アメリカンスタイルですね、うん、そうですね、まあ、そのこれといって、ね、派手な技は今のところないんですけれどもね、コツコツとね、はい、痛め技をやっていくんですね、隙あらば固めるというと典型的なアメリカンスタイルですね。こういうスタイルも非常に見ていて味わい深いものがあります。さあちょっとこれは危ない体勢、高山のさあ必殺ムーブであります、ブラインバスター流れ式低空で押してまいりました。こう攻めている本にばかり目が行くんですけどね、はい、やっぱりこのシンプソンというのは受け身がしっかりしてますよね。なるほど、人形を受け取ってしまいましたね、人形を、受け取ってしまった高岩、その間にシンプソンの構成であります。さあこれはなんだ、ダブルアームスープレックス、わざと低く落としてね、はい、頭をこう打たせたりね、あの小さなインサイドワークですけど、なるほどね、素晴らしい選手ですね、はい、まあ、このシンプソンがこのチームのね、まあ、そのリードしています。そうですね、言いますかね、はいはい、さあそして出てまいりましたエピリックス、あったこのシリーズね、はい、本来いるはずであるのそのスティーブ・コリノがね、はい、来日してなかったんですね、この時期、はい、で結局シンプソンがこの外人部隊をまとめてたんですよね、さあまさにモンスターであります、エピリックス荒っぽいですけどね、はい、2メートルのところから落とされれば頭を打てばね、まあそうですね、これだけでね、必殺技になりますからね、そうですね、ネックハンギングツリー強制チョークスラムのような格好になりました。そして高岩が上位転落、あったこれまたすごい高さであります、オクラホマスタンピード体勢、何をするか、さあ背中に刺激、これ危ないぞ、鉄柱にぶつけるか、おっと鉄柱肩口のあたりでしょうか、軽々とやってますけど、高岩選手でもこのシリーズ多分90キロ今日あったと思うんですよね、軽々ですもんね、凄まじいパワーであります。たまたま練習でですね、はい、道場に行ってる時に僕道場に用事があって行ったんですけど、ね、はい、最初のベンチプレスで240キロからやってましたね、240キロですか、日本人だったら上がるか上がらないかの重さですからね、なるほど、ウォーミングアップで240キロ上げてましたね。いやもうね、その遺伝子の違いと言ってしまえばそれまでですけど ね、ゲイリー・グッドリッジ以来ですね、ゲイリー・グッドリッジも200キロから始めてましたけど、まあでもあの選手もグッドリッジもアームレスリングの ね、チャンピオンですからね、まあとんでもない逸材であります、エピリックスやっぱりナチュラルなんですね。そうですね、さあこれはちょっとラフファイト、シンプソンが高岩捕まってますね、はい、バンテージをさあこの辺はうまい、さあしっかりと高岩を捕まえております。さあそしてゴーストウォーカーが出てまいりました、キャメルクラッチ、ラクダ固めの体勢であります。しかし140キロ持ち上げるというのは我々には全く想像のつかない世界ですよね。そうですね、で何キロ上がるんだって話したら、はい、まあ、軽くウィンクしてね、秘密だみたいな、ね、そうですか、はい、ちょっと聞くのは怖いですね。お金をくれたらね、もっとあげるよって言ってました。お金が原動力だったんですね。そのあたりもちょっと外人らしいですけど、さあ、ゴーストウォーカーのエルボー、さあ、高岩はちょっと孤立しております。ゴーストウォーカーも昔ね、もっとネイティブブラッドとしてね、はい、活動して試合数の多い時はね、もっといい動きしてたんですけどね、やっぱり最近アメリカも WWE でね、はい、一社独占みたいになってしまってるんで、なかなかこう試合数が増えないらしいんですよね。あ、なるほどね、やはり試合するその場所がないというのは ね、 そうですね、こういった選手にとっての問題ですよね、はい、日本はこんな小さな国ですけどね、30も40もありますけど、アメリカは本当にあの WWE 以外はもう本当ちっちゃな団体なんで、はい、なかなか仕事がないですよね。なるほどね、本来ならアメリカの選手は飢えてますからね、はい、もっと暴れたいんでしょうけど、なかなかこう遠慮がちなところもありますよね、まあ、スタイルがねやはり違いますからね、さあそんな中でこのエピリックスは今のところ持ち味を発揮しております。まだ出してないんですけどね、 AP リックスはアメリカではプランチャーもしますから、ね、ああ本当ですか、はい、この巨体で、いやそれはもう蹴る方としてはたまらないですよね、避けられなそうですよね、いやいやこれだけの巨体だとね、もうだったら多分もう場外でアウトですね、はい、さあその秘密兵器のプランチャー、この試合ではどうか、
さあ、ゴーストオーカーがまたまで登場。スイッチワークであります。 外国人へ。さあ、ロープにシンプソン飛びますね。さあ、シンプソンが行くか。おっと、レッグドロップ。さあ、ちょっと後頭部を打ったか高井は。しかし、ロープブレイクであります。そして、これは噛みついてますね。噛みついてますよね。はい、本当シンプソンはヘビー級でありながら本当身軽ですよね。本当に。さあ、シンプソンがうまくパートナーをリードしております。さあ、スプラトンの攻撃、エルボー。さあ、外国陣営がなかなかいい連携であります。ちょっと高岩が捕まってますね。長いですよね。さあ、ここはタッチしたいところ。さあ、場内からは高岩コールであります。弱いですね、当たりがね。もっともっといかないと。さあ、ここは一気に攻め込みたいが、あっと、ここは高井がかわした。あっと、シンプソンの炎。しかし、ここは高井がかわします。そして、リックスが出てまいりました。あっと、これは同士打ち。うまいですね。さあ、高井が八面六臂の大活躍、デスバレー。さあ、そしてようやくここで藤原義明にスイッチがあります。さあ、コーナーで体力を温存していました藤原、躍動してまいります。もう続き一つでお金の取れる選手ですよね。まさにそうですよね。近所でも期待われてますね、やっぱり。そうですね、さっきのあの、はい、鉄ね、はい、途中に打ちつけられて使った部分ですね、はい、我慢してるんですね。しかしそれでもね、ヘッドバットを敢行してきますから ね、 そうですね。もう昭和の魂ですね、はい、まさにその通りであります。さあ、しかし今度はちょっと捕まってしまいました。さあ、この頭部のあたり赤く染まっております。さあ、ここでまたシンプソンが自軍のコーナーに引きずり寄せます。さあ、ペースをつかむか。さあ、このタグだとね、やっぱりちょっと AP の動きがね、はい、まだまだこうしっくりきてないですよね。まあ、まだちょっと戸惑いがね、はい、やはりあるようですね。もう攻めをとこう、ね、投げたらすぐ攻めればいいんですけどね、はい、まだこう戸惑いがあるんですね。そのところは主張してエルボー。あったこれはやはり時間をかけすぎた。この辺がまだまだ甘いですね、はい。さあ、そして橋本慎也が登場であります。さあ、橋本のキック中盤キックであります。さあ、3人を蹴散らす。さあ、ちょっと外国人へやられております。さあ、サイコシンプソンが積極果敢に攻めますが、ここは橋本の毛先にチョップ。さあ、2人がかりで攻めてまいります。さあ、ちょっと右肩のテーピングが痛々しいところ。さあ、外国人への連携。さあ、ボディスプラッシュとラリアット。そして最後にエピリックスが、あっと、ラリアットであります。さあ、これにはガクッと片足を片膝をつきました橋本。さあ、外国人への連携。さあ、エピリックスが、あっと、これは誤爆。ここは橋本がうまく誤爆を誘いました。さあ、そして6人が入り乱れております。さあ、この試合の権利はシンプソンですかね。そうですね、シンプソンですね、はい。さあ、シンプソンと橋本に試合の権利があります。さあ、そして日本人への分断作戦。さあ、リング上では DDT、 ジャンピング DDT であります。さあ、これは入ったでしょう。橋本慎也の DDT、 この地元
橋本がマイクを取るようです。特集の皆さんこんばんは。少しお時間をいただきます。部長いいですか。いいですか、はい。久々にまた時市に帰ってくることができました。どう皆さんのおかげだと思ってます。ありがとうございます。私も今年で選手生活20周年を迎えることができました。ありがとうございます。しかしながら20年間戦ってきたツケが体の方に少し回ってきております。右膝骨折、それから右肩もう5回も脱臼しましたけど癖になってしまいました。しかしながらこのままのテーピングをしたままの橋本真也を皆様にお目にかけるよりもしっかり直して皆様の前にまた現れようと思います。来月この肩を手術してまいります。そして来年また皆様の前にもっと強くなった橋本をお見せしようと思います。それまでどうかまた応援してください。今日はどうもありがとうございました。それでは皆さんも知っておられると思いますけど私のライバル小川と一緒に広めております。ハッスルハッスル、よろしいですか。一緒にできれば市長どうぞ上に上がって。それではありがとうございました。行くぞ。さあ続きましてはこれまた都議大会の今度はセミファイナルの模様をお伝えしてまいりたいと思います。大谷慎二郎、大森高尾、日高行人組対坂田渉、佐藤光平、横井宏隆組の6人タッグマッチであります。本日セミファイナル。さあまずはこのテーマは坂田渉のテーマであります。坂田渉、佐藤光平、横井宏隆が入ってまいります。さあ出てまいりました。本当に強いやつが上に立つべきなんだ。そのふてぶてしい発言から佐藤と横井の自信のほどが伺えます。さあこの3人下克上を突きつけ乱世を制するのか。さあ入ってまいりました。火祭り刀を持って佐藤光平、そしてしんがりを行くのは坂田渉であります。注目の一戦、今リング上であります。続きまして赤コーナーより日高行人、大森高尾、大谷慎二郎選手の入場です。